やっぱ光見えてましたね。光でしたね。わたかが光ってたわけじゃなかったです。うわぁ。いいぞ、これちょっといいぞ。いやー、でもバスっぽいんだけどな、動き。おっしゃ。あー、出た。きゃー、ちょっと。いやー、くっそ。あー、曲がってるわ。いやー、ミスったな。ちょっとしんどい、これは。うん、でもなんか一匹でかいのにな、これ。わあ、なんかめちゃくちゃいい感じな気がします。初見のものはめちゃくちゃ見に行きますね。なんだこれ、バスじゃない？バス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 、おっしゃー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 、おっしゃ、いい感じがするって言ったよし、やったやったぞ、やったよっしゃでっけえのが追っかけてきてびっくりしたあー、来た、さあ来た、あ、布団出たあー、やったやった、マジでよしあー、びっくりした。いや、なんか声かかったかと思いましたもん、今。びっくりした、びっくりした。よかった、この3キロぐらいあるんじゃないですかね、これで。はあ、なんか戻ってきたかな。ちょっと戻ってこれてればいいけど。よし、もう時間ないからこのまま待つぞ。おおお、すげえ。今日見つけた釣り、と今日初めて釣った場所でそんなことあるこれは何でしょうね、木じゃないんですけど再び魔法のストラクチャーを発見しましたかね。もう1匹来るのかな、これあと2匹来るんですかね。もうなんか他いるやつはなんかあいつらの気がしますあいつらの気がするな。ちょっともう1頭だけやって取り始めないと怖いからこれでとりあえず明日には残れるはずだから、明日もまた叩けますからね。うわ、すげえな、なんだこれマジで。あー、でももう30分だ。ちょっと大事を取って今日は戻りますか繋がったっしょ、明日入れるでしょ。いや、なんか
また生き返りました。生き返った、ちょっと生き返りましたよ、マジで。やばやばいっす。よし、戻ります。かなり苦戦が予想された2日目だったんですけど、まあ、なんとか課題だったこの釣り方なりエリアなりっていうところで釣り方でなんとかカバーできて、まあ、しかもそれがちょっとまあまあパワーありそうな釣りで明日にもつながるようなものになんとかなったかなと思ってます。まあ、僕はかなり出遅れた感じでどのぐらい追いつけたかは分からないですけど、まあ、今日の分とで足りなければまた明日もう一踏ん張り頑張って、まあ、なんとかトップに戻れるように頑張らないとなととりあえず思ってます。とりあえずよかった、なんとか。3562g です。さあ、なんとか いろんな意味でいろんなものがつながりました、ギリギリで。2日目が終わりました。2日目はなんとか、最後の一発が効いて、3500ちょっとでした。これで予選が終了したんですけど、今のところ重量で、8番につけてます。まあ、まだまだ混戦というかウェイト近い人たくさんいるんで、気に入っちゃうと順位は落ちちゃうし、ただ逆に釣ることができれば順位まだまだ上げることができるかなと思ってるんで、まあ、初日こういるけど食わせられなかった魚たちをなんとかその釣り方っていう部分で釣ることができて、まあ、とりあえずは良かったかなと思います。で、まあ、今日見つけた釣り方とあと、まあ、それが活かせるような場所っていうのをちょっと自分の中でもう一回確認し直して、また明日走り回って魚釣っていければいいかなと思ってます。明日も頑張ります。おはようございます。さっさかずまです。東中第5戦エバーグリーンカップ決勝です。予選の2日間、初日は28時スタートとかなり危ない感じだったんですが、まあ、昨日なんとか釣り方とか合わせることができて、今8時まで挽回してきています。まあ、ただ結構ウェイト差はかなり僅差というか、釣らなければ落ちるし、まあ、逆に釣れば上がるしっていう場所なんですけど、やっぱり昨日見つけた釣り方っていうのを、今日さらにこうエリアを広げたりとか的確にとかやっていって、まあ、なんとかウェイトを上げていきたいなというところです。今年間暫定トップで、昨日盛り返し、下のでまた暫定トップに戻ってきているので、これを守るためにも今日一日頑張っていきます。
落ち着いてまず1匹、まあ難しいと思うんですけど自分のペースでもうとにかく頑張るしかないですね。もうどんだけ釣れるっていうのもちょっと読めないですし、昨日みたいな2キロみたいなやつもいつ来るかも分かんないし、とりあえず来るって思ってることというかあっちこっち行ってやっていくしかないですね。それで何回チャンスが自分に来るかっていうもうそれだけです。ほんのいまいちですね。何もしてないって。魚いると思うんだけど風強いな。この風厄介そうだな今日ワタカとかギルのあたりもないっすね今日。昨日結構ありましたね。なんだろう。めっちゃ追っかけてる。うわブラックっぽいな、ブラックっぽいな。うわっ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 しまいましたね。どっちかわかんないですね。ワタカとバスと。くそー。マジ姿見えないのが一番やだな。あ、違う。これはあれだ。ブルーギルです。ブルーギルですよ。Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead I'm on side. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, yeah. Tell a man no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead I'm on side. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, yeah. サイコロいけてると思ったのにな。風が穏やかだったらもうちょっとやれたかもしれないですけど、やりにくい。ちょっと辛いっすね。もうちょっとやっぱあと1手なんか欲しかったっすね。さすがに2日連続は起こせませんでした。すげえの見つけたと思ったんだけどな。期待感を加えたい。毎回なんかこんな感じなんですよね、お前のは。お疲れ様です。すみません、ゼロです。決勝をとりあえず今、帰着しました。3日目というか決勝はまあゼロで。なかなかそうですね、まあ
この音楽は来るたびに結構序盤苦戦したりとかはするんですけど、なんだかんだ2日目ぐらいまでに3日目やるんじゃないかなっていうことを今まで見つけてこれてはいたかなと思うんですけど、やっぱり今回も3日目は課題だったというか、見つけたものをうまく生かすだったり、切り替えるだったり、その辺がまだうまくできてないかなというのが、今回の音楽側戦という感じですかね。あとはもう周りがどれぐらい連れてるかで僕の成績っていうのは変わってくるんで、もうあとはもう天気任します。試合の結果をもって年間チャンピオンアングラーオブザイヤーが決まります。ワールドチャンピオンです。小林明人選手、本日3匹のウェイトです。 2692g です。はい、暫定トップです。山下和也選手です。大きな口を見てください。山下和也選手、初日 2364g、 2日目は 4545g、 トータルが 6909g で、小林選手の差が 930g です。本日2匹のウェイトです、はい、1784g、 最終戦優勝です。おめでとうございます。さあ、JP トップ50シリーズ2023年年間優勝、ゼッケン11番梶原智也選手、第2位ゼッケン20番佐久間選手、もう11年ぐらい前からトーナメントチャプター枠組で出続けるんですけど、今回が初の優勝ということで、非常に嬉しくと思います。で、これも、日頃からサポートしてくださる、ダイワ様、 SDG マリン様、パル様をはじめ、理解のある家族、あとは会社、そしていついかなる時も応援し支えてくださる皆様のおかげです。これからも精一杯努力してまいりますので、応援のどよろしくお願いします。ありがとうございました。2023年 JB トップ50年間優勝することができました。小学生の頃から夢見たこのトロフィー、夢が叶いました。ですけどこれを維持することが次は大事なので、これからもずっと勝ちまくってこのトロフィーを離さないように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。結果は、今回15番ということで、フィニッシュ15番フィニッシュで、今回第5戦最終戦だったんですけど、年間成績の方は、梶原くんにまくられてしまって、2番で終了という感じでした。昨日の時点でトップに戻ったりとかしてかなり接戦で、昨日釣り方も決まったかなと思って、それで、結構押し通したんですけど、風だったりとかいろいろ、きっと状況とかも違ったりとか、多分なんだろうな、エリア持ってなかったのか、はたまた切り替えなきゃいけなかったのか、正解は何かは分かんないんですけど、悔しいですが2番っていう感じで終わりました。でも、言っても僕のトップ50の年間の中では、一番上の成績というか、今まで年間10番ぐらいしかなってなくて、それを何年も続けてて去年からちょっとなんだろう、やり方とかを変えて試行錯誤して、去年は失敗したりもして順位は一旦落ちたんですけど、それを続けて今年はいい感じにここまで来れて、もう少しで手が届くところまでは来ました。また来年。
元同欲に頑張って一番になれるようにまた頑張りたいと思います。ありがとうございました。ゴーゴー嬉しい。